はいどうも、エンズ赤星です。はい、サクサクミルク赤崎です。ありがとう、サクサクミルク長尾です。あ、よろしくお願いします。はい、サクサクミルク揃いましたね。ありがとう、初コンビで、はい、雷松戸駅東口店来てまいりました。はい、常磐線のですね、松戸駅から徒歩3分ぐらい近いですね、着くんですけども、あの北松戸駅にですね、雷の2号店、あ、本店があって、松戸駅には2号店があると。あ、じゃあ今回2号店の、今回2号店、なるほど、本店には行ったことあるんで、はいはいはい、まあ、農耕魚介で有名なあの中華そばの富田っていうお店が出してる二郎系のお店なんですね。というわけで食券から見ていくよっていうことこのようにね、雷そばのライト、汁なし、雷味噌、漬け汁、結構めっちゃあるね。めっちゃあるんですよ。めちゃめちゃね、板チョコみたいな。あ、いやいやいや、区切りカラフルだけどね、だいぶカラフルだね。まあ、今回は雷そばの大盛り、そして雷増しというのをトッピングして。おー、なるほど、なんでしょうかね。ね、気になるね。ラーメン大の野菜ちょい増し、にんにく増し、油雷増しということで、雷増しはですね、巻き豚ととろ豚とうずら3個がついてきて、なんとなったら350円という、お得なんです。お得っすね。なので、そのまずは巨大な、いや、めっちゃめちゃでかっ、でかいんですよ、これが迫力がね、やば、食いたいでしょ、これね。これね、外側の部分は柔らかくて、内側はね、あの意外とプチプチっと噛みちぎれる、あ、歯ごたえのある、歯ごたえのある豚さんなんですね。非常に美味しい、ね。で、さらにこのもう一種類のとろ豚、ね、こちらはですね、先ほどとは違ってもうふわっととろけてしまう豚さんなんですね。なるほど、とろけさせたいね。とろけさせたい、とろけてる、とろけてる。スープはですね、なんとあの雷醤油と千葉からっていう有名なお店の醤油を使ってるんです。そうなんです。そうなんだ。公式に使ってると書いてあるんだ。これは千葉県ということで。あ、そう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 、うん、なのでやっぱりドロドロにはね、この野菜を組み合わせていくと非常に絡んで美味しいと。なるほど、ね。で、マシマシが実はですね、有料にしないとできないんですけど、購入すればもっと大盛りもできるんで、やる。じゃあカスタムは可能だと。さようなら。で、まあ、トロ豚をね、ドロリスープと合わせても電撃的うまさというか、ね、電撃的あんま聞かねえけど、サンダーね、雷ね。うわ、すげえ。いや、来ました。すごいね。え、もう初めて見たわ。あ、本当ですか。こんなに天地返しというものね。すごい天地返し。富田専門のね、あの小麦粉を開発して作った麺らしい。あ、そうなんですね、自家製で。もう、うどんみたいに気持ちなんですよ。あ、うまそう、本当に。この豚、弾力がすごいですね。弾力がすごいですよ。急に、なのでよく噛むことになってね、満腹中枢を刺激していつもよりお腹いっぱいになると。なるほど。あーね、これですね、別皿油、お、別皿、これ50円で買ってるんですよ、この背油を。これ背油なんですけど、まあ、ちょっと画角がね、あらららら、ら隣にもお客さんいるんで、うまくならないの。まあ、そこはね、油を、え、直で、いや、かけな、かけなって、おい、ダイレクトにまずは、ね、一旦いっちゃうじゃないんだよ。それでも美味しいの。美味しい美味しい美味しい、すごいね。結構上級よ、これ。まあ、なかなか他の人はあんまりやらないと思いますよ。まあ、これニンニクね、これをまあちょっとね、最後の方まで取っておいて、最終的に麺の上に戻して、で、このやっぱニンニクそのものを一番感じられる食べ方なんですね、やっぱね、まあ、絡めてね。さらにこう、ちょっと苦み、渋みのある辛苦ニンニク、辛苦ニンニクで、太麺に負けないくらいのパワーのあるニンニクでした、ということを伝えたい。パワーね、雷ニンニクでした、これは。さらに、中華そば止めた特製ダブルベーカー、これはレア、マジでレア。胡椒のレアとかいいから。これ何何、このグループに行かないと食べることができないダブルとか。ああ、そういうことね、黒と白のブレンド。なるほど、これは皆さんマジで試してみてください。ブレンド、ブランド、ブレンドです。このブランドのブレンド。ああ、そうですね、このブランドのブレンド。間違ったんですね。さらにお皿を試していく。このお皿がですね、プチュッと旨味が飛び出してくる。うまずは、いつまでやるんですか、このキャラ。いつまでやるの、僕ら好きだ。巻きうずら、これ見てくれ、これね、これ食べ方、これね、なんと電撃稲妻の一撃なんですか。電撃入ってなかったよ、字幕には。稲妻の一撃、稲妻のね、舞台に染み込んだ甘いタレ、うずら、うまみが調和して、うまいですね。なるほどね、はいはい。で、油をね、まだ一気に麺の上に乗せていくんですよ。はい、で、最後にうずらを乗せて、やっぱうめんだ、これ。
謎のキャラでね、最後まで言ったけど。いや、あの、今、本社に乗ってるよね。響かないように話すとこうするしかない。そういう配慮配慮のキャラで。そう。すぐ響いちゃったよ。俺だけやべえやつね。ずっとうるさい。89。なるほど。いいですね。2人97です。なるほど。なるほど。ということでね、千葉から行ってたよ。あ、そっか、赤崎。まあ、じゃあ、イメージしやすいかな。そのドロドロ感と、さらに醤油濃厚感っていうのが、雷であると。ああ、もうあの時の記憶、もう、よみがえり。名前で、名前聞かない。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、はい。チャンネルっていうとね、僕らサクサクミルクも、そうなのよ。コンビでね、YouTube チャンネル立ち上げることになりまして、そう、サクサクミルクのチャンネル。はい。本当にこういう声でやってる。告知もね、ここでさせてもらうし、ぜひともリンクも貼ってもらいたいですね。まあ、ただね、告知の思い出し方、下手なグラビアアイドル。あ、そういえば、これね、今本当に思い出した、本当に。そういえば、まあまあまあ、2人のチャンネルも始まりますので、ぜひ、ご期待くださいまし。よろしくお願いします。ありがとう。ごちそうさまでした。バイバーイ。Thank you.